フォーブスフィールドはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグにかつて存在したスタジアム。MLB のピッツバーグパイレーツ、ニグロナショナルリーグのホームステッドグレーズ、NFL のピッツバーグスティーラーズがそれぞれ本拠地にしていた。1900年代初頭に人気を得たパイレーツだが、当時の本拠地、エクスポジションパークは16000人ほどしか収容できなかったため、 球場で観戦したくてもできないファンが出てくるようになった。そのため、キャパシティを大きくした新球場を建設する必要に迫られた。1909年、パイレーツはピッツバーグ郊外の値段が安い土地を買い取り、3月1日に新球場の建設を開始した。4ヶ月の工事を経て6月30日、新球場、フォーブスフィールドが開場した。 木製が主流だった当時において、鉄骨やコンクリートを用いて建設された球場は、フィラデルフィアのシャイブパークに次いで2例目だった。フレンチ・インディアン戦争で活躍したジョン・フォーブスという軍人の名前から、フォーブス・フィールドと名付けられた。会場当時は内野のみ3層のスタンドを設置していたが、ホーナス・ワグナーなど人気選手を要するパイレーツの人気は衰えることがなかったため、 1925年に右翼に2層のスタンドが新たに設置された。1933年からはスティーラーズの移転に伴いアメフトとの兼用になった。1939年にはニグロリーグのグレーズもここを本拠地とした。主催ゲームの多くはワシントンのグリフィススタジアムで行ったものの、ホーブスフィールドでもジョシュ・ギブソンなどスター選手がファムを沸かせた。 1958年11月、ピッツバーグ大学が、フォーブスフィールドを200万ドルで、パイレーツから買い取った。1960年代に入ると、フォーブスフィールドの老朽化が進み、多目的円形スタジアムが流行し始めたため、パイレーツは新球場を建設し移転することを決めた。1970年6月28日、フォーブスフィールドは最後の試合を終え、 ハイレーツは翌月からスリーリバーススタジアムに移転した。1971年7月、球場は一部を残して取り壊された。現在、ガイアフェンスの一部が残っているほか、ピッツバーグ大学の廊下にホームプレートがその姿を留めている。ありがとうございます。